かなりツヤ感があります。そうですね、はい、スタイリングの幅が非常に広い、そんなアイテムでございます。なるほど、ファッションが王道がゆえにですよ、合わせ幅が広いわけですよ。あ、確かにそう。はい、どうもバセの人生です。バセの大山です。はい、早速来ましたよ。できました。はい、ネームの本格的なメインアウターがですね、はい、到着いたしました。そうですね、今回ネームを象徴するような非常に優秀なメインアウターですね。そうですね、今回入荷しましたね。こちらを今日はご紹介していきたいと思いますよ。はい、うん、こちらですね、ナイロンツイール MA1 ですね。はい、まあ、ネームって MA1 のイメージ強いですよね。そうですよね、うん、結構定期的に MA1 作ってると思うんですけど、昨シーズン、前回の秋冬も MA1、ね、僕たちに入荷してご紹介してたと思います。そうです、はいはい、今回は、まあ、うん、カラーバリエーションだったりとか、あと、うん、そうですね、あのサイズ感だったりとかも全部変わってるからですね。そうですね、まあ、そこら辺の細かいところもご説明しながら、はいはい、スタイリングを楽しんでいただければなと思います。はい、しっかり、アイテム紹介、スタイリングもしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、はい、このバースデーチャンネルはですね、福岡市中央区大名にありますセレクトショップバースデーのチャンネルとなっております。はい、19時に商品紹介しておりまして、スタイリングのご紹介、アイテムの紹介、フレグランスブランドのサノバシルバージュエリーの和感シルバースミスやトゥアリグジュエリー、 e バイク、スーパーセブンティスやアルコンですね、こちらの、走行動画、レビュー動画等をご紹介しております。チャンネルとなっておりますので、ぜひ皆さんチャンネル登録といいボタンぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあそれではですね、まずこのアイテムがですね、どういったものなのかご紹介していきたいと思います。はい、それではですね、はい、こちら の, あのネーム の, あの、うん、ナイロンツイールビッグ MA1 のですね、はいはい、商品紹介をやっていきたいと思います、うん、はい、いやまずはですね、今回カラーバリエーションは2色ですね。はい、はい、こちらのベージュとこちらのですね、はいはい、カーキの2色となっております。まあ、こっちの方が王道っちゃ王道なカラーですよね。そうですよね、はい、まあ、いわゆるミリタリー色というか、うん、はい、そちらのカラーリングで、こっちのベージュの方が、まあ、抜け感のあるこうシャレっ気の効いた現代ファッションっぽい感じのイメージですよね。そういう2色の、まずはカラー展開となっております。はい、そして名前の通り、素材はこちらナイロンですね。はい、うん、ナイロンの中でもタフタっていう素材を使っておりまして、うん、そのタフタの中でもかなり高密度に、織り上げられた素材でございます。そう、生地感がめちゃくちゃいいんですよ。そうなんですよ。そう、なんかこう、なんていうんですかね、かなり上質なっていうのがね、うん、ちょっとこれ動画でね伝わったらもう最高なんですけどね、うんうんうん、もうめちゃくちゃなんかしっかりした、もう本当に冬場にメインアウターとなるようなアイテムだなっております。はい、そうですね、うん、もう非常に滑らか、そして、光沢感があるので、 MA1 ってどっちかというとこう、やっぱあれじゃないですか、ちょっと男臭さとか、そうですね、まあ、土臭さがあるようなミリタリーのアウターですけども、かなりツヤ感があります。そうですね、はい、高級感がある MA1 でございますね、こちら、うんうん、あとなんかその、はい、今回その、まあ、名前はですね、あのナイロンツイールビッグ MA1 ってなってるんですけど、うん、今回その前シーズンに比べたらサイズ感をちょっと大きくしてるんですよね。そうですね、ゆったりしてますよね。はい、そうなんですよ、がゆえにですよ、うん、なんかやっぱネームってそのなんかうちのブランドの中でもかなりやっぱ東京っぽいというか都会的な ね、 そ う、 ですね、そうそう、うん、アイテムのそのパターンワークだったりとか、うん、そうサイジングデザインっていうのをね、うん、施してるブランドとなっております。うん、はい、なんですけども結構今回ですよ、ディテールはかなりあれじゃないですか、その当時の作りを再現しているというかですね。あ、確かにですね、はい、まあ、いわゆるまあ40年代とか50年代のディテールっていうのを、うん、まあ、随所にまあこういうオキシジェンタブだったりとかですね、うん、含めて再現しているような、作りになっております。はい、はい、だけどもサイジングは現代的だ。そうですね、はい、でこういうウエストのところとかも、まあ、ディテールをですね、もともとだったらミリタリーでこういうディテールがあるところをファッションとして使えるようにアップデートしてるようなアイテムなんですね。なるほど、なるほど、そう、うん、ウエスト絞れるようになってるんですね。そうなんですよ。なるほど、それも今回絞るのもどちらかというとウエスト絞ったりウエストコードっぽく使うのってレディースのファッションだったりするじゃないですか。ああ、確かに確かに、うん、そうですね、そこが今回の、ネームのシーズンテーマと非常にリンクするところなんですよね。なるほど、うん、今回、まあ、あのスポットを当ててるのが女性フォトグラファーの、まあ、ビビアン・マイヤーさん、うん、まあ、女性の方じゃないですか、はい、っていうところと、まあ、若干リンクしてくるとですね。なるほどですね、そういうところのディテールを、まあ、シーズンテーマを通して形にしていくと。で、まあ、今回の、まあ、ディレクターの山下さん、山下ゆうまさんですね、結構こうアイデンティティが出てるようなところとなっております。
。なるほど、うん、まあ、ウエストマークって、まあ、普通の MA はないからいいですよね、はい、そうですよね。なのでスタイリングの幅が非常に広い、そんなアイテムでございます。なるほど、うん、いやじゃあこちらですね、はい、まあ、バスに入荷しているのはもともとサイジングが大きいので、これサイズ1をですね、はい、両方とも、うん、あの入荷しておりますね。はい、そして金額の方をお伝えしましょうか、はい、こちらにいたしましょうか。はい、はい、こちら7万1500円になります、はい。あ、いいですね、買いやすいじゃないですか。買いやすいっすよね、メインアウターでこの段ですからね。そう、しかも、うん、高密度のタフタって撥水性がありますから、ね、うん、そうなんですよ、うん、ああそして出てた、高密度のタフタ、撥水性がある上に撥水加工もしてますからね。ああ、なるほどなるほど。なのでまあちょっとやそっとの雨ぐらいだったらしっかり弾いてくれると。なるほど、そういう実用さも兼ね備えております。はあ、いいですね、かなりやっぱあのこの MA1 の作り込み本物だね。いや、いいですよね、はい、素晴らしいです。はい、じゃあちょっと早速ですけども、スタイリングの方、ね、はい、うん、どっち来ますか。いやちょっとそれはまあこの後のお楽しみで行きましょう。はい、じゃあスタイリングどうぞはい、それでは着用してみました、はい、いやいいですね、カーキもシャレてるね、はい、今回僕がカーキで、リュウセさんがベージュですね、うん、ベージュ着用しています、はいはい、でサイジングは、どちらもサイズ1です。そうなんですよ、うん、なんかここまでビッグだとあんま変わんないっすね。わかんないっすね。わかんないっすね。いやでかいっす。でかいっすね。そう。なんでこれ結構あるじゃないですか。もう皆さん大体1でいけちゃうっすね。だからほとんどの人が1で対応できるサイジングになってますね。うん、はい、で、なんかほら僕とはもう肩で来ちゃってたりとか。あー、なるほど。落としてきてる感じっすね。ラフな感じで。そうなんですよ。まあ、僕はどっちかというと、まあ、あの普通通り来ております。ちゃんとこう肩で しっかり着て肩入れてきて、ね、でちょっとこう全体的にちょっと緩めなカジュアルスタイルですね、うん、そうですね、うん、ネームの、デニムと合わせて三原康弘スニーカーで、まあ、カジュアルな感じに合わせております。めちゃくちゃいいじゃないですか、うん、いやいいですよね、今回結構分かりやすいんじゃないですか、まあ、こういうルーズなスタイリングと細身のブーツスタイル、そうですね、うん、スタイリッシュな感じで合わせて、はい、見てる感じですね。こちらも合いますね、はい、そうですね、うん、そしてあの着方も若干実は違いまして、あの冒頭でご説明したここのコードですね、僕は絞らずフリーな感じでゆったり着てるんですけども、そうなんですよ、はい、こちらの方は結構絞ってもらってます。そうです、僕がっつり絞っちゃってますね、うん、はい、なので身幅のところとかは結構こうシュッと見えるっすよね。そうなんですよ、うんうんうん、そう、意外となんかこうなんか締めてもなんかそのスタイリングの、まあ、合わせる幅によってね、はいはい、そのなんかここ の、うん、あのウエストマークっていうのはベルトは変えてもらえたらなと、うん、はい、うんうん、思ってますね。なんかいいですね、着方とか、まあ、スタイリングのうちでいろいろアレンジが効いて楽しめると。そうですね、いいっすね。そして何でしょうね、まあ今も十分あったかいんですけど、これだけゆったりしてれば真冬あれじゃなくて中に結構含めるじゃないですか。ちゃんと着込めますね、うん、本当になんかパーカー着たり、まあ、厚手のニット着たりと、うん、まあ、スタイリング幅も広く着やすい、そして着心地もかなりいいですね。めっちゃいいですよね、うん、なかなか気持ちいいです。かなりつるっとした素材感で、うん、はい、着心地がいいですね。なんかこういいですよね、 これまでのネームの MA1 は比較的どっちかというと昨シーズンはまあ細身だったじゃないですか。そうですね、確かに、うん、とは打って変わってこれぐらいのオーバーサイズというかですね、うん、うん、やっぱ一度こうないでしょ、まあ、僕たちもオーバーサイズ慣れちゃうと、うん、なかなかこの緩さから抜け出せないというかですね。確かにですね、いや分かります、めちゃくちゃ。ただなんかそのあれじゃないですか、その梅が今回やってるスタイリングってどっちかといったらこうネームっぽい感じじゃないですか。そうですね、そう、うん、でこっちはどっちかといったらバースデーっぽい感じですもんね。確かにですね、はい、細身のパンツで合わせたりとか、うんうんうん、そうだから結構ねその MA1 ってやっぱその、はい、ザやっぱそのファッションの王道がゆえにですよ、うん、合わせ幅が広いんでわけですよ。あ、確かにそうですね、ちょっとルーズな感じのシルエットもすっごくかっこよく着れるし、うん、逆に細身でスタイリッシュにしてトップスだけね、はいはい、ビッグシルエットで楽しんでいただくっていうね、そういうなんかこうスタイルのバランス感っていうのはね、あの幅広いアイテムなので、すごいこうあの今回 の今年のね、はい、寄付一発目のメインアウターにはすごくおすすめですよ。そして MA1 って比較的早い時期から使えるじゃないですか。そうなんですよね、うん、なのでなんかもう T シャツとかロンティーの上にザクッと羽織って、うん、まあ、冬はニットの上にザクッと羽織って、早くから長く使えるアイテムなので、ぜひ皆さんお早めにご購入してみてはいかがでしょうか。そうですね、はい、なんかその MA1 だからといって冬使わなきゃいけないわけもないですからね。そうですね、秋口のライトアウターとしても使えますからね、すぐにで春先もいけちゃいますからね、うん、そうなんかこうどのシーズンで来ても遜色ないというかね、そうしっかり楽しんでいただけるアイテムですので、ね、うん、はい、こちらオンラインストア貼っときましょうか。はい、こちら気になる方は、はい、はい、こちらの方からご購入してみてください。はい、うん、でサイズ感とかはですね、これサイズ1で、はい、両方とももううちはサイズ1オンリーでしか入れてないんですけども、はい、はい、もしなんかサイズ感のお問い合わせだったりとかそういうものがあればですね、うん、お問い合わせのフォームからですね、ぜひお問い合わせしてみてください。はい、はい、ぜひですね、今店内秋冬のラインナップ続々とアイテム入荷しておりますので、ぜひ皆さん、期待して店頭のホームへ遊びにいらしてください。はい、はい、
最後まで見てくださった皆さん、誠にありがとうございました。また次回の動画で店頭でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。